翔平です。やってまいりました、第2回ゲームキャップ。いろんなハードのダウンロードオンリーゲームを僕がそのテントの中で集中合宿して皆さんにご紹介していきたいと思います。言ってもね、今日見てください、雨なんですね。だからなんだ、雨なんかに俺は負けないと。このゲームキャンプは雨天決行だ。早速キャンプインするぞ。お前らついてこい、自然に負けんな。ひどい雨だったね。ただ俺はね、雨なんか負けないからだ。雨がどうした、また来たぞ。これ見てみろ、みんな、ゲームキャンプだ。翔平兄貴様、今月も翔平兄貴のゲームキャンプにご参加ありがとうございます。先月のキャンプのオールコンプリートお見事でした。どうも。なので今月は課題をレベルアップしております。頑張ってください。それでは大きな声でお願いします。ゲームキャー！ラグドールカンフー。チュートリアルで技を覚えて上級レベルで敵を倒せ。何を言ってるんですかね。なんだっけ、チュートリアルで技を覚えて上級レベルの敵を倒せ。チュートリアル修行その1。なんだこの映像、すごいぞ。 3D？ うわ、何この操り人形みたいなんですけど、なんだこれ、すごい面白い。コントローラー逆さにしててどう、あ、こういう音、あ、これだ、こういうことね。瞑想でパワーが溜まるってことね。ああ、こういうこと。ああ、おじいちゃん飛びましたね。これすごいゲームかもしんねえぞ。いや、修行終わった。さあ、こっからですよ。上級レベルの敵を倒します。うわ、キャラクターめちゃかっこいいのがいっぱいいますよ。これ昔のサンダーバードみたいな。上級、これ OK、 これを倒せばいいんでしょ。あ、ちょ、おじいちゃんにしとけばよかったかな。あり、皆さんすっごいいい映像ですからね、これ。うわ、うわ、なんだよ、すっごい強い。あ、どけ。あれ、瞑想してたのに今。想像以上に強いぞこれ。溜めて、なんか行った。うえ、瞑想瞑想。これすごい強いよこれ。あれ、でもさっきやったボタンが全く上がってない。オッケー、よし。行け、こら。もうちょっと。よっしゃー、勝った。指いった。
これ面白かった、やった、ラグドールカンフーおすすめしますよ僕は。ミッションクリアおめでとうございます。なんかあったような気がしますが思い出せません。じゃあ書くなよ。さあ次参りましょう。ゲームキャンプ。それでは Xbox360 です。頑張ってください。頑張ります。あ、それとすいません、思い出しましたね、さっき書きたかったのはこれです。腕立て15回いってみましょう。もういいじゃないですか、これだけ汗かいてんだから。まあでもちょっとやってみますか。えっ、兄貴信じてたよ。それじゃ Xbox ライブアーケード、タイトルはこれだ。バブルボブルネオ。口からバブルを吐いて敵を包み、それを割って敵を倒していくアクションゲーム。元祖バブルボブルを再現した100ラウンドのクラシックモードや、最大4人で楽しめるアレンジモードなどが搭載されているぞ。ってことで兄貴、あとはよろしく。よし、 OK。 あー疲れましたね。でもこういうのやることがちょっとね、俺の中で気持ちよかったりするんですよね。さあ次いきますよ。ザ・ディッシュウォッシャーレッドサムライ。ディッシュウォッシャー、皿洗いってことの、レッドサムライ、どうして俺はここにいるんだ。俺の血はなんとかに飢えているってこと、怒りに飢えてる。何が、あ、そういうこと。うわすごい振動。あ、これボス。気絶した敵にはとどめを刺せる B か Y。 投げたらお金みたいなのが出てきますね。なんか気持ちのいいゲームですね。スカッとするようなですね。うわうわ、なんかリアルな中身出てきましたけど、体から。このゲームはすごいですね。完全にこれ今僕入り込みすぎましたね。どこがゴールかわからない、この何とも言えない。おっぱっぱっぱっ、 OK、 だいぶ進んでまいりましたね。どこがゴールなんでしょうかね。まだまだでしょうかね。ステージ1をクリアせよと。あ、ボスですか。うわ、強いかも。僕はどこに今いるんでしょうか。連打連打。勝ったんじゃないこれ。 OK、 ステージ1クリア、ボス倒しました。ありがとう。それでは元気よく次へ行きましょう。ゲームキャンプ。
アマチュア選手権で優勝せよですかね。まあその選手権がどんなものなのかっていう。現在上位刺激、香り、シゲト、高寄り。え、4位高寄りを超えなければ予選突破できない。96,100ポイント。ミニジャンプ。オッケー、もっともっといくよ、もっともっといくぜ。オッケー、イエス。楽しいこのゲーム。オイエイ、今行ったんじゃないですか。決勝行った行った。よし、決勝行った。何だったっけ、アマチュア選手権で優勝せよだよ。1位はなんと124,000ポイントのシゲトが逆転。12万を超えればいいってことだ。いいんじゃないこれ。ここでトップいたぞ。オッケー、12万乗ったぞ。レッツゴー。オッケー。あ、回転しなかった。やった、16万いった。面白い、もっと飛べ。 B で浮上だ。え、これ勝ったんじゃないですか。162,770。やったー、優勝しました。もうアマチュアのレベルじゃないらしいです俺。このゲームはやりがいありますね。フィッシュアイズチャレンジね。どんなゲームなんですかね。結構ね、自分釣りもいろいろやって、この間もカジキマグロっつって下田の大会で優勝しましたよ。それをまず頭半分切って剥製にしましたけどね。楽しみですね。さあ今から第一投行ってみます。 A を押して振りますよ。で A を押しっぱなし。切れた。あ、いや上がったんだ。A を押していい感じ、いい感じ。ボタン押しっぱなし。チャッチャッ、ヒットいった。 OKOK。 あ、切れた。暴れている時はリーディングせずにロッドを立てよう。あ、いい感じじゃないですか。すっげえ難しい、この。さあ、怖い怖い怖い。あ、惜しい。来た！来た！来た！バカ野郎。あ、ドキドキ、惜しい。
2.5 でミディアムで立てる、寝かす、立てる、寝かす、巻くよ、あ、立てる、寝かす、ひ、巻く巻く巻く、立てる、巻く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 、立てる、うわ、巻く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 、あ、立てる、危ねえ、今の綺麗どうだった、巻く、あ、巻く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 、立てる、危ねえ、危ないよ、巻く巻く巻く、立てる、あ、巻く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 、ま、巻く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 、立てる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 、え、ちょっと待って、どういうこと今の、勘弁してよこれ、はあ、もうやめたい、さあ皆さん、なかなか釣れないんですよ、だけども俺諦めませんからね。泣きそうになってくるんですよこれ本当に。あ、もうガンガン引いてるからな。ちょっとこれ。ちょっともう釣らせてくださいよ、お願い、もうお願いしますよ本当にこれ。北浦、あげますよ、巻くよ、すんごい尻尾振ってますね、危ない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 、うわ、あ、ほらキリキリ言ってる、え、なんな、いや、第2回目にしてこの究極のゲームってやつをね見てますよ僕は。ダメ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 、行っちゃダメよ、行っちゃダメよ、行け、あ、ダメ、行っちゃダメ、行っちゃダメ、あ、行っちゃダメだ、行っちゃダメだ、やったー。
ッタース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 ッやりました。いや、こんなにすごいゲームなかったな、俺が小学校とかやり続けて。でもまあ、これが釣りなのかなって言えば釣りなのかもしれないですね。ただちょっとね、40センチクラスっていうのは大きいです、本当に釣っても。いや、これ塩焼きにしてやりてえな。今回の2つのミッションクリアしました。ミッションお疲れ様でした。アウトドアの魂に火がついたと思います。スクワット10回して発散しましょう。もうできないよ。ハードルやりましょうか、10回ね。あっち、そうこなくちゃ兄貴。じゃあこの間に他のウィーウェアタイトルの紹介だ。メビウスドライブ、パワフルで個性的なカートを操作しバトルに挑むレースゲーム。次々に現れるライバルの追撃をかわしつつ、ドリフトやターボのテクニックを駆使してゴールを目指せ。ひらめきカードバトル、めくるか。同じ絵柄のカードを揃えてゲットし、それを使って相手プレイヤーとバトルするカードゲーム。コンボやモンスターを使用するなど戦略性の高い戦いが楽しめる。友達と Wi-Fi 対戦で盛り上がろう。ファイナルファンタジー4 The After Years 月の帰還。ファイナルファンタジー4のその後の物語が描かれた RPG。 月がバトルに影響する月齢システムや連携技を繰り出すバンド攻撃などが加わり、臨場感あふれるバトルを味わえるぞ。ポケモン不思議のダンジョン、進め炎の冒険団、行くぞ嵐の冒険団、目指せ光の冒険団。ポケモンたちの住む村で冒険団を結成していろいろな依頼をこなしていくダンジョン RPG。 思いやりをテーマとした心温まるポケモンたちのストーリーを楽しもう。いやー、お前たち省エネのゲームキャンプなめんなよ。よいしょ。いや、今日も頑張ったな、ゲームキャンプ。ていうかあれだな、あまりの数時間経ちすぎて雨やんじゃったな。てか、なんすかこれ。でーん、何人前だよこれ。肉食系男子、今から米食べます。いただきます。うまいね。いや、本当にね、今日はね、燃えましたよ。あ、もうちょっとやりたいなと思ったけどスタッフに止められたんで、あえてやめさせてもらいましたよ。でももっとやりたいので、家に帰ってじっくりとやりたいと思ってます。お前たちいいか、まだまだ俺の戦い、そしてお前たちの戦いは終わらないぞ。来月もついてこいよ、ゲームキャンプ。